札幌から車で1時間以内で行ける、はい、道の駅、まあ、とりあえず3線あ、これだ使ってる。うおー、綺麗。2個目道の駅石狩アイロード熱田、これがサムネ。いいね、おサムネになりますね。あ、その絶妙に後ろ姿道の駅っていうのは本当にいいな。はい、じゃあ次のとこ、はい、何分ぐらい、1時間かかんなかったぐらい、から50分ですね。50分ぐらいで今宝別町の新篠津というところですね。多分あれが道の駅なんじゃないかなと思いますけど、古いラブホみたいなあ、そうだ、ここあれじゃ温泉あるとこだっけ。え、マジで。そう、ちょうど汗かいてきたんだ嘘つけ嘘つけマイナス6度縛れ体験です。うわ、ド M です。いるだけで縛れ体験。どうも、北海道ですマジでやだ。皆様、イランカラプテ。何ですかそれ。アイヌ語でおはようでしょ。イランカナプテ。イランカラプテ。ちょっと食べる。え、あれやで、JR 朝乗った時、うん、イランカラプテ。え、マジで。JR 北海道、うん、聞いてみ。イランカラプテ。イランカラプテということで、道の駅新篠津2つ目ですね。さっきのところから50分ぐらい、はい、車で。どこなんですか新篠津。これ東別町。へえ。今ここの道の駅すごいのよ。何が。入ってから分かります。へえ。入ってから分かるよ。ここでも、うん、これみんな漢字分からんかったんちゃう、新篠津だから開かないだって漢字か。ハイジのやつや。え？あ、そういうこと？何？サウナ？そういうことです。温泉あるんですか？タップの湯っていう温泉があるんですよ、道の駅に。マジか。すごくない？ホテルもね。泊まれんの？ホテルもね。え？ホテルもね。あ、そういうこと？フロントって。すごい。あと客室ってあるもん。すごい。すごい。温泉700円だって。ほんとだ。もうカサギ釣りとかもできるからね。え、行きてぇ。コーナー駅でできるわけじゃないと思うけど、うん、近くで。そうか、もうワカサギのシーズンか。そうっすよ、冬やからな。ワカサギ食える。ほら、最高や。最高じゃん。そこで釣ったやつ多分そうじゃん、うん、豪華やね。1500円、1600円の午前とかカレー。え、でもこれじゃね、ワカサギでしょ。これは多分朝食、ホテル予約した人限定だと思うんですけど、これね、食事コーナーで、あの釧路のね、なんとか市場の有名な勝手丼なんてのもできるっぽいですね。ここついてる。ガタンってなったらちょっと危ない。カモカモということで、ワカサギ。ワカサギちっちゃいけど、うわいいね。すげえ。こっちはそばやんな。そばで、俺の方は米。これ普通なんかストラップにしてそう。ストラワカサギストラップにしてそう。うまい。ワカサギからほんとシンプルに白身だから、ね、そう、塩だよね。うん、見て穴開いてるから全然落ちてくる。どういうお笑い。え、どうしたの。どういうお笑い。これ俺の好きな天ぷらのズッキーニや。いいね。とりあえずやっぱ普通だからそばにこう最初振っちゃったのもつけないで。つけた方がうまい全言撤回や。絶品。もかったワカサギ。もかった。ワカサギだけ食いに来てもいいな。ね。うん、全然。ちょっと見てくる。タイ語。トイレ。謎のタイ語振りが。英語とタイ語っていう謎のね、チョイス。タイ人多いんじゃない？しかもここ別にタイ語。タイ語ない。なんでだろうな。なるほどね。そこが宿泊客室。で、パークゴルフ場もあんのよ、ここ。温泉もあるし。はい、じゃあ次、3つ目に変えます。あれか？あの赤いのか。あー、ぽい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 。うわ、なん
かおしゃれ、北欧作りって感じ。なんかこれ斜めに留めるスタイル、北欧スタイルじゃない、斜め止め、斜め、うん、うわこれ定番のね、また一番最初にトイレ行くっていう言ってた。なんで前の人で毎回行かないのって、これ毎回車で。すいません、ちょっと行ってきます。はい、到着。さっきのとこから車で30分ぐらいですね。はい、北欧の風、道の駅東別です。寒いから早く入りたがってる。コメントすぎ。北欧なんで北欧感ある。あ、すごい天井が高くて、あの時計、札幌時計台みたいな。素晴らしく暖かい。そう、感想それかい。この道の駅で俺好きなのはこのそれぞれ特産物が売ってくれてる。うんうんうん、よっす。3.5 よっす。え、こんなに入ってんの。しかもこれ見て、うん、訳あり愛媛。あ、そうなんや。石狩でもなんでもない。こっちあたり、北あかりうまいよな。マジでうまいよな、北あかり。北あかりが一番うまい。どれか豚串。コメントできるだけで終わりたいと引かれ。豚プルゾンって。プルゴギ？プルゴギだ。プルゴギ。プルプル。あ、スープカリーあるじゃん。お、スープカリーや。またそばや。やっぱそばやね。すごくないこの入れ方。あ、え？でか。でかすぎ。すごくね。でっかくね、でっか、ちょっと枕や。枕やな。あ、北欧っぽい。北欧っぽい。え、実際のやつこれ。そうなんだ、こっち。こっちだ。こっちだね。すげえ、かわいい。ここじゃない、やっぱりなんかレストラン有名なレストラン、トベスト。あ、え、おいしそう。車で来たんで、赤ワインは無理です。いやいや、赤ワイン煮込みソースは無理。大丈夫、大丈夫です。アルコール飛ばしてるから。フォトスポット、これあのコンサドーレの選手が出てくるとき選手紹介に。あ、ありました。そんなのにソフト食べんの。ちょっと待って考えようだぞ。でも今日ゼロソフトやん、まだ。あ、だってでもやばい、絶対食べてほしい。ここだけの味。スウェーデンソフト、伊達牛乳使用牛乳ソフトとスウェーデンソフト、ちょっと誘ってるんじゃない。おいしそう。気泡、お腹痛くなってきた。トイレ行ってきていいの。どうぞ。愛媛のみかん、なんで言ったの、分かったわ。はい、これ姉妹都市らしい。あー、ビジネスのためか。あんま言うの。そこにさっき真珠ガチャってあった。1回1000円する。マジで。あ、じゃあガチモンの真珠なんだ。それがなんか、うん、愛媛県の特産の真珠使ってるらしい。あー、そういうことか。そう、はいはいはい。あ、ごめんね。アコヤ本真珠認定付き。本物真珠。一回1000円のガチャって。やれよ。やれよ。あそこがスウェーデン館らしくて。はいはいはい。はい、ちょっと行ってみましょうか。ちょっとフィヨルドを彷彿させるような。お、どこがやね。知らんで言ってるやろ、フィヨルド。一口だって絶対。あ、スウェーデン館や。あ、なんでや。これ普通に一口だぞ。スウェーデンハウス株式会社。ご用の際はインターホンご用か。怖いって。え？何ですか？え、ここ何？入れんの？絶対違う。なんで、なんで。だって見て、管理事務所か。あぶねえ。あ、そういうこと。おい、俺普通にそういうこと、こんにちはとか言って入ってきそうだったのや。ほんと恥ずかしい。あ、そういうこと。なんかさ、農村直売所みたいなのがある。あ、そう、農村直売所。あ、でも冬季休業や。うわ、あっちにあるらしい。くそ、事務所といい、冬といい。じゃあソフトクリーム入れない。入れないし。もうこれだから冬は。これだから冬は。新人のやれよ。どんだけやらせたんや。じゃあ最後アイスして。それまだスウェーデンらしさ感じられてない。アイスで感じれると思うね。スウェーデンソフトと北海道牛乳ソフトにしよう。
2個くんの。もうだって2人いるん。俺今お腹痛いって言ってまだ寒いしな、普通に全然食いたくないいただきます。クッキー溶けるかな。うん、マジで普通にうまい。よしよし、わっって音入れとくわ。うわ、なんかマジで普通にうまくない。うまいけど、もうすごい味でこれ。うん、こっちが青いのが甘酒、マスカット。え、こっちが甘酒。あ、そうなんや。ほのかに甘い、こっちは甘酒の後味がすごい、鼻に抜けてくる感じがすごい。エルダの方が強いな、酸味がすごい。鼻の匂いっていうのが、口にダイレクトって、はいはい、三大分からないの。エルダンフラワー、エルファントカシマシ、エルリガーデン、エルガーデン、三大分からない。細見たけし、これ言っちゃうと、ちょっとあんま食べたくなくなるかもしれないけど、うん、ちょっと芳香剤の味がする。いい芳香剤いい方悪い芳香剤ってあんまないな。いや、なんだろうな、芳香剤の味がするってイメージ悪いな。まあね、食べ物とは組み合わせ悪い。いい意味で芳香剤自体は匂いを消すためにあるもんだから、いい商品なんだけど、いい意味で芳香剤の味がする、うん、ということで3軒回っていきましたけれども、それぞれの良さがあるやん、うん、でそれぞれの食べ物、お土産とかもあって、やっぱり道の駅って楽しいなっていうのは改めて分かったね。土地との密着がちゃんとしてる、うん、道の駅だと思って。まあ人気だったらね、我々もまた道の駅企画やりたいなと思いますね、うん、この道の駅行ってっていうのを教えて、うん、体力あったらいいからということで、ありがとうございました。さよなら。